残暑残暑はじめましての方も二度目まして以上の方もおつまわりまりでございますはい本日は2019ルバンカッププライムステージ準々決勝セカンドレグ浦和レッズ戦のプレビューですはいそれでは基本情報の確認からまいりましょう 鹿島は現在2位、勝ち点が48、14勝6分け5敗、46得点23失点、得失点差がプラス23となっております。一方の浦和は現在11位、勝ち点が31、8勝7分け10敗、24得点35失点、得失点差がマイナス11となっております。 はい。両チームの通算成績ですけれども、77戦37勝13分け27敗。直近5試合の成績ですけれども、2勝1分け2敗となっておりますが、うち、この5試合、直近5試合のうち4試合がアウェーとなっております。はい。で、アウェーですけれども、まあ、アウェーの成績ですと、えーまあ、1勝1分け2敗となっているんですが、 まあホームその前のホームの2連戦に関しては2勝しているということで、まあ、ホームではここ最近負けてないよというのが現状となっておりますはいでは基本フォーメーションの確認から参りましょう鹿島側左から右4 4 1 1に対しまして浦和レッズは,は3 4 2 1という形でおそらく来ると思われます はい。で、まあ、今回ですけれども、まあ、先週起用のところ、えー、まあ、特に浦和側ですね、のところが変更ありそうですので、一応、えー、貸し回り的な予想をということで、先週配置させていただいております。えー、左サイドに関しましては、ま、うが人なのか、えー、まあ、どうなのかっていうようなところ、山中なのかどうなのかっていうところの部分がございますので、まあ、おわということで書かせていただいておりますが、 えー、まぁ、二点差をつけて勝たなければならないという状況の裏側からすると、えー、ガッチガチのメンバーで来るのではないかなというような予想をしております。はい。えー、まあこのメンバーで来るとなると、えー、まあ、まず対抗策として、鹿島としては、えー、まあその、まあ、失点はしないよ。 で、まあ、先に1点取ってしまえば、この2000枚、まあ、ですね、180分を終わらせることができるよ、という状況にあることは間違いがないということですね。アウェイゴール3で、まあ3対2というところっていうのは、それだけ大きな意味合いを持っているよ、というところでございます。 はい。ですので、まず、えー、最初に考えなければならないのは、えっ、ー、と、まずこのね、一番脅威である、えー、コーロキのところの部分に対しての作用ということで、えー、ま、身体能力で横のカバーも縦のカバーもしていけるよっていうブエノと、まあ、犬飼のところですね、ディフェンスリーダーの犬飼いというコンビを、ま、予測をしていくというところがまず1点目。まあ、ここのところで多少なりともラインのコントロールっていうところができてくると、えー、非常にいい形になるのかなというふうに思います。 で、えー、まあサイドバックに関しては変えていないんですけれども、えー、もしかするとこちら側に打ち出すとか入ってきても面白いんじゃないのかなっていうような試合ですが、まあまあこの試合で出てくるのは途中からかなという予想でございます。はい。なのでまぁ変わらずですので、まぁ、あ、単純にまあここのところのウィングバックとのところの関係っていうのは、えー、まあ縦のセンターハーフもしくはここの、えー、え、 センターハーフのところで、えー、まあ対応してもらうというような、まあフォローには回ってもらうという形ですね。というところを睨んだところで、えー、長木と、まあ健とのボランチを予想しているというようなところになってまいります。で、そうなってくると、一枚降りていくがために、ここのブロックのところ一枚足りなくなってしまいますんで、そこに気を利かすことができる、えー、まあ伊藤翔であったり、え、土井翔馬であったりっていうところのツートップ、えー、できれば土井翔馬、 膝のところですね。えー、まあ、無理はしてほしくないですけれども大丈夫ということですから、えー、ぜひとも出てきてほしいなというようなところでございます。はい。まあ、ですので、まあ、こうなってくると相手が単純に、えー、最大で5枚ないし、後ろから上がってくる6枚での攻撃が、えー、相手がしてくるようになってくるよということでございますが、 まあ、ここの上がりに関しては、ある程度、まあ、サイドハーフが牽制していく、まあ、このツートップが牽制していくというところの部分になってまいりますので、まず最初にこの相手の5枚の攻撃に対して、鹿島が対抗していかなければならないというようなところになってまいりますので、えー、まあ、少なくとも、まあ、武藤か、えー、まあ、コウロのところに対しては、えー、しっかりセンターハーフが見に行くような形ですね。まあ、ついていってしまって、 でも、オッケーという状況で、ディフェンスラインに吸収されてもオッケーというところまで許容するところがまず必要になってくるのかなという風に思っております。で、まあ、ここのところに今フォローアップとしてまあ、どちらかえツートップが入っていってまあ、54とかまあ、53。3というようなブロックを意識ながらえー、まあ対抗していくと、えー、守備の方はこういった形で防ハテを築いていくというところになっていくのかなという風うに思われます。えー、ま、少なくとも相手は2点以上取らなければならないわけですから。えー、まあ押される。という というか、えー、少しこう、蹴おされるといいますか相手がまあ攻め一辺倒というかボールを持ちたがるという展開というのは、えー、もちろん考えられるところだよというところになってまいります。えー、ですので、まあ、ここのところでの防波堤の部分も考えると、まあ、こういった形で、えー、まあ後ろが2枚させて、えー、まあこういった形で。えー 簡単に、えー、ここの中盤のところでは数的優位を作らせないように、まあボランチについていくなり、えー、っていうところのツートップの対応っていうところの助けの部分っていうところですね。えー、まあボランチが1枚下がりますよっていうところの助けの部分っていうところっていうのにも、えー、一つ注目して、えー、守備のところは見ていきたい部分なのかなというふうに思います。はい。ただし、 えー、鹿島としては、要するに3対2で勝っていて、アウェイゴールを3奪っているわけですから、えー、ここのホームで1、1点ですね。えー、まず先に取ってしまえば、相手は、 ま、2点取っても勝てない。要するに3点取らなければならないわけですよね。で、先ほどの、え、ま、基本情報のところでもお話ししたんですけれども、え、浦和レッズは、ま、24得点35失点と、いうことって、え、ま、鹿島が46得点ということで、約半分の得点能力というようなところが、ま、このチームの今現状の得点能力というところになってまいります。ですので、 えまずその1失点をしても鹿島は負けないというところから逆に考えていくと鹿島は先に先制してしまった方が間違いなく効率よくこの試合をクローズすることができるんですよね。はい。まあ2-0に先にされてしまうよりも先に1点取ってしまった方が鹿島としては試合を優位に運びやすくなるというところになってまいりますので その攻撃の部分ですね。でえ、一つ注目をしていきたい部分というところがあるのかなっていうふうにあ思うんですけれども、そうなってくると、まあ、できれば、鹿島としてはこちら側が山中であってほしいっていうのが正直なところですね。山中が、ま、ここに入ってくるのであれば、 えー、まあ、右サイドのところの、まあ、少し前がかりになった後のこの後ろのスペース、ここの部分っていうところは、えー、非常に狙い目になってくる部分になってきます。で、ここの裏を名ゴが取ってくると、基本的にバツンとくる、えー、系統の選手が、ま、左サイドには多いので、 なごはむしろプレッシャーが来る方がかわしやすい、剥がしやすい選手ですので、その辺のところで少しまああの優位性を保つことができるのかななんていうふうには思っております。もちろんここがね、レアンドロの可能性もありますし、エンドヤスシの可能性もございます。うん。ただし、その、相手がバツンと来るっていうような、もちろん相手は早くボールを奪って、早くボールポゼッションして自分たちの攻撃にしたいわけですから、焦りは間違いなくある。 わけですよね2点取らなきゃいけないんでなので 少なくともバツンと来るっていうところの選手に対しては、えー、ナっていう選手は、あこの試合すごくキーマンになってくる部分になってくるのかなというふうに思っております。えー、バツンと来てくれた方がかわしやすい選手っていうところがございますので、できればこちらが山中になってもらって、えー、まあその裏をまず名護が取っていく。で、そこから、まあ剥がしていくっていうところの展開から伊藤翔が、えー、まあ、空いてきたスペースに飛び込んでいくよ。 で、まあ最近、えー、ショー和ーですけれども、中盤で、えー、まあ浮いて、パスを散らした後に大外に流れることもありますよ、と。 いうようなところがありますし、え、まあ内側に一枚、まあさあこのウィングバックのところと、えー、誰が見るのっていうような状況で、白崎が内側に入ってくるだとか、っていうところの部分。あとは、まあ大外のところで、えー、長木と小池が絡んでいく。で、長木は右足でのここからのクロスっていうのは非常に強いものを持っておりますので、でその右のところで一回作ってから、左のところでのフォローアップのところ、大外にアイソレーションで、まあ小池が仕掛けに行くようだとか、あとは、まあ フォローアップの部分でボランチの長きが入ってくるよっていうところここの部分を利用しながら、えー、少し攻撃攻め立てていくことって、えー、まあ得点を取ることができるのではないかなというふうに思っておりますはいただし1戦目に見られたこちらが4枚に対して3枚ですよっていう時のところの対応っていうのはおそらくいつものベストメンバーであればがっつりスライドしてきたりとかして対応ができるはずですはい 対応ができるっていうことになってくると、じゃあもう一枚どうなってくるんだっていうところで、やっぱりもう一枚高い位置が欲しくなってきますし、えー、まあそこのところで少しそのセンターバックがこのビルドアップのところに絡んで少し高い位置まで運んでからパスを持っていくっていうところも、えー、まあこの試合の一つキーになってくるパスとしまあ場所になってくるポイントになってくるのかなというようにも思って、 でおりますので、まあ、その辺にも少し注目してもらいながら、えー、少し見てもらえればいいのかななんていう風にも思っております。 はい。まあ、ですので、鹿島としては、相手に53この形のブロックを組ませて、守らせてしまう時間帯を長くしたいというところです。えー、結局のところ、攻撃、先ほど見せたように、攻撃したときに、相手が5枚に前線揃わない限りは、あの44ブロックっていうところは、えー、まあ、ファーストレグもそうでしたけど、崩しづらいわけですよね。ですので、えー、ここのウィングマックのスタート位置が53ブロックで後ろになればなるほど、押し込めば押し込むほど、攻撃の時に、えーまあ ま非常にこう運動量を使って前に出てこなければならなくなってしまうというところがございますので、まあ鹿島としてはいつも普段通りにえポゼッションの時はしっかりと、まあ肘型なりないし三角形をえ形成しながら、まあセンターバックも絡みながらという形でしっかりとえサイドでえーボールを回しながら、ポゼッションをして攻略していくと。 いうところ、えー、になってくるのかなというふうに思われます。はい。まあそうなってくると、まあボランチ対ボランチのところですね、えー。まあここのところの、まあどちらが質的な優位性を保てるのかっていうようなところっていうのにも一つ焦点になってくる部分ではございますので、でうん。まあもちろんここが、えー、ポゼッションで押し込むという狙いであれば、ここがレオシルバーでもいいと思いますし、 えー、まあ、相手のところでカウンターをいなすっていうところのこ考えで言えば、まク小長きでもいいかなっていうようなところではありますね。ちょっとこの試合で、ナゴのボランチを持っていくっていうのは、ちょっと危険度が高いかなっていうような感じはしておりますけれども、まあまあミサオケンドを軸にね、えー、相方が誰になるかわかりませんけれども、えー、まあ相手が、相手をもう押し込むよっていう名目のもとであれば、ここはレオシルバで、えー、考えてもいいのではないかなというふうに思っております。 はいあー、まあそうですね、えー、言うても、まああまりコロキーのところにとらわれすぎないというところをですね、まああの、真っ先にそこから話した人間が何言ってんだっていう話なんですけど、まあそこにとらわれることなくで、まずその、 1>, 1失点するまではまずそこは気にせずあまりそこまで神経質になりすぎずにいつもの4 4ブロックで戦いながらあーまあその1失点してから、まあ、そこのところへの対応っていうのをしっかり考えていこうっていうところっていうのは、うん、考えてもいいのではないかなというふうに思います、うん、ただし、まあ、できればこの試合前半で 1−0 で鹿島としてはリードしておきたい。 っていうのがまあ正直な気持ち。0-0、えー、が長くなれば長くなるほど、後半に向かってやっぱり勢いをガーって増してくる交代とかも含めてね、カードを持っていることは、浦和がね、そういうカードを持っていることも確かなので、なので、できれば前半のうちに鹿島としては1-0でリードして、相手に3点が必要だっていう状況に、まず追い込むことっていうところがまず大前提で大事なのかなというふうに思います。 うん。あのー、サッカー何が起こるかわからないスポーツですので、まあ、その後に3点取られてしまう可能性あるのかって言われると、もちろんそれはあるとは思いますけれども、1-0でハーフタイムに入って、そこでの、えー、ま、一つ、え、意思統一をガチッと固めてから、えー、その後、守備から入るよ、後半はっていうような戦い方っていうことができると、鹿島としては一番いい展開になっていくのではないかなというふうに思いますので、 できれば0の0-0というスコアをできるだけ短くしたいというところでございますでもちろん裏はもう前から来るはずです2点取らなければならないので前から来るはずですですのでそこを少し1枚ずつ1枚ずつ剥がして剥がして丁寧に剥がしながら得点を目指すと、えー、まあカウンターないし、まあ、ポゼッションないしというところですけれども、えー、まあどちらもね今のチームできる チームですからまあ、そこのところを狙っていきながらという形になるんじゃないのかなという風には思いますねうん、もしかすると左レアンドロ右セルジーニョとかっていう形だとカウンターはすごく狙いやすいチームになるのかなっていうような狙いもあるのかなっていうところもあると思うので まあその辺に関してもまあメンバー構成とか見てえ少しこういう狙いがあるんじゃないのかななんていう風に考えてもらいながらえ見てもらえると面白い試合になるのではないかなという風に思います。はい、まあこの試合もね、しっかりもうその3アメゴールを奪っているっていうところの優位性をしっかり生かしてえまあ180分の試合えしっかり勝って一つ上のステージに進みたいなという風に思います。 はい本日は2019ルヴァンカッププライムステージ準々決勝セカンドレグ浦和レッズ戦のプレビューでしたご視聴ありがとうございましたいいねと思った方興味を持った方貸し回りを応援してくださる方はいいねボタンチャンネル登録をお願いいたしますそれではまた次回おつまわり 本気と浦和のプレビュー何回やるんだろうどんどんネタなくなっていくよね。こうなってくるとね。でもたくさん戦ってだ全部勝ちたいと思います。